すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、最近シリーズとして配信しているすするとトヨタの車でラーメンツアー第2弾は贅沢ラーメン三昧ということで、今回はこちらのお店です。ドン臨海線東京テレポート駅から徒歩5分くらい、アクアシティお台場の東京ラーメン国技館前の中にあります札幌みそのさんにお邪魔してます。ちなみに今日すするは徒歩とか言ってますけど、トヨタのすすったに乗ってきました。詳細やね、あと車中の動画などはぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。やっぱりね、あの車で渡るレインボーブリッジは気持ちいいぞということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ本日もすすったに乗ってお台場にやってきました。札幌みそのさんは食券制です。今回はもちろん豪華伊勢海老味噌をプッシュしました。贅沢ラーメン三昧の2店舗目ということで、今回もここでしか聞けない車中トークやその裏側など、トヨタのツイッター、フェイスブック、インスタグラムで公開されておりますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。卓上にあるもやしナムルをしっかり確保してワクワクしながら待ってたー。こちらが札幌みそのさんの豪華伊勢海老味噌です。ドヒャーン、伊勢海老が丸ごと1尾入っている、歴代インパクト最高級なビジュアル。実はチャーシューもめっちゃでかいことを見逃さないぞってことで、いただきます。ではまずスープの、はーい、バランスよく味噌を感じられる安定感のあるスープで、以前飲んだ時よりも数段パワーアップしているような気がする。この辺りはさすが味噌のさんといったところで、お味噌れしましたと言わざるを得ませんね。さあお次は早速伊勢海老を食らってみましょう。身がしっかり詰まっていて、まさにすするは今贅沢もの。プリップリで美味しくって最高です。ではそろそろ麺とご対面してすする。トラン、味噌スープと相性バッチリなもちプリ縮れ麺で、この辺りの安定感もさすがといった印象。少しずつネギを絡めて食感のアクセントを楽しむのも味噌で、もうすすりはとどまるところを知りません。さあそんなすすりを止めてしまうのはやはり伊勢海老の魔力。普段なかなか食べられない贅沢食材の虜です。しかし伊勢海老に負けじとここで登場したのが超ビッグなチャーシュー。ガブッとかぶりついてみれば、適度な柔らかさと肉感、そして脂身のジューシーさがたまらない。夜空をかける流れ星を見つけられたら、このチャーシューと伊勢海老を倍にしてくださいとお願いするでしょう。てな感じでまた麺に戻って、たっぷりな野菜を絡めつつガンガンすすっていると、ラストに出汁感広がる味玉を食らって本日も完食です。大変美味しくすすれました。これぞ贅沢といったナイスな一杯でした。それではごすれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、みそのさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。やっぱりあの伊勢海老のインパクトは半端なくて、見た目からしてすんごい一杯でしたね。肝心のラーメンも伊勢海老がドンと乗っかっていたので、どうなのかなと思ってたんですけど、思ってたよりも全体のバランスがすごく良くて美味しい味噌ラーメンでした。前にみそのさんで食べた時よりもうまさがバージョンアップしていたような気がしましたね。そして肝心の伊勢海老は身がとても大きくて、食べ応えあり高級感もあってすごく楽しかったです。でかいのはエビだけではなく、チャーシューもかなりの大きさで、香ばしい風味もあり、ほんのり甘みのある味噌スープをまとってうまさが倍増していました。さすが進化を続ける味噌のさんといった印象でしたね。すするのご褒美ラーメン旅はね、まだまだ続くということで、次回もお楽しみにしていただければと思います。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、札幌味噌のさん、 Day after 伊勢海老。はい